カジノデモンベノンシネマテイクスイスは公共事業を目的とした私立基金であり、所在地はスイスの某州ローザンヌに3を公的資金で賄われている。ジャンリュック・ゴダール監督の短編映画フレディ・ビュアシュへの手紙で当時の館長ビュアシュともども一躍有名になったシネマテイクである。古典映画の修復と世界配給も行っており、1996年には イタリアのボローニャとミラノのシネマテイクと共同で、ニノオクシリア監督のサタンのラプソディラプソディアセイタニカ、2005年にはジェルメーヌ・デラック監督のホホエム・ブーデプジン・ラ・ソーリアンテ・マダム・ブデイを手掛けている。2005年現在、7万本の映画、200万枚の写真、10万枚のカラースライドと9万枚ポスターのコレクションを保有する。日本の 財団法人のようなものと思われる。ありがとうございます。